中尾の親子どもはマジでうまい。姫様拷問の時間です。第10話の反応集&感想どうぞ。プロデテテレビつけたらそこは海岸だった。まっさかまさかの水着界来た。初手から水着界の拷問すか。姫様意外とある。姫様何気にでかいんだよな。姫様のスタイルで女児が着るような白のフリル付きワンピはエッチだな。海か、きっとさぞかし苛烈な拷問が繰り広げられるんやろな。聖剣でぐるぐるバット。運動会であったな、バットでぐるぐる。もうぐるぐるしてだけで笑い転げてるよ。着方すらオッケーなビーチちゃんバラって何。ビーチちゃんバラが拷問は草。開放感いっぱいの楽しそうな拷問だな。拷問の体をなしてない。もはやスポーツ対決でしかない。ティアラの上に風船。毎度刺さっているX。姫様にフィジカル勝負はダメだ。むしろ姫様に勝てる気なのか。姫様にフィジカルで対抗するのは無理があるってそろそろ気づこうね。魔王様杯のビーチチャンバラ大会が開催されているらしい。魔王様どんな大会開いとるねん。魔王軍、毎度のことながら楽しそうな模様しててくさ。今どんな願いでもって言ったよね。着砲ありだと。着砲かけるチャンバラあるかよ。もう着砲されてるようなもんだろう。姫様がかっこいいだと。あれ、今日の姫様凛々しいぞ。思った以上にいい動きをしてたが、姫様騎士団長だからな。曲がりなりにも騎士団長っすからね。騎士団長だと思われていなかった姫様。騎士団長かどうか怪しまれてたのか、姫様。またこのじいさんだ。遊んでるようにしか見えない。ジモチ楽しそうで何より。階層にも突っ込める X。三半規管は鍛えられているかも。ぐるぐる目姫様かわいい。これってあんまり目が回らないんだよね。ガドリング砲きたー。すっげーかっこいい水鉄砲。バレればよかろうなのだ。そんな勝てばよかろうなのだみたいな。ヨウちゃん初めて魔王軍らしい攻め方。チャンバラどこ行ったよ。あるための手段が多彩すぎんだよ。シュババ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 。姫様ポンコツだけど剣術だけはガチ勢だった。ガチで強かった姫様。ちゃんとした人の顔がバカが落ち。いや、トーチャー拷問官の言い方よ。あまり説得力ないえ。全然ちゃんとしてそうにないけどな。魔王軍、姫様をどうやって捕まえたんだ。トーチャーさんの葛藤が来た。悪魔トーチャーかわいい。トーチャーさんの心の中のいろんな人。魔王軍のくせに妙なところ割りちぎてくさ。トーチャー脳内会議、なかなか多彩である。悪魔と政治家と文筆家と革命家。さあ、皆様の好みのトーチャーさんはどちらでしょうか。トーチャー拷問官ってたくさん種類いらっしゃったんやな。心の中に買いすぎだろ。天使と悪魔じゃないんかい。そして誰か反対派おらんのかい。トーチャーさんの心の中、天使はいないけど楽しそうだな。姫様こんなに強いのに、なんで囚われてるんだろうな。姫様、援軍の時間です。水着会だ、全員集合だ。増援が多すぎる。楽しげにイベントに駆けつけてきたみんな。あ、忘れ去られた人だ。まだそのお面つけてるのか。トーチャーさんの、い、お、い。通りすがりのカモメ関係ないやろ。通りすがりのカモメも拷問官扱いでいいのか。やっぱり楽しい思い出作りじゃねえか。なんだ、この勢ぞろいして感動する感覚。意味がわからん。アニメ化でカオスがすごすぎる。魔王以外のキャラが総出演って感じになっとる。ジャイアンとママ強すぎる。ママ師匠ダイナミックですね。ママ師匠、普段の雰囲気と反比例するかのような攻撃の勢いなのマジでくさ。マオマオちゃんかわいい。マオマオちゃんには割れられないとな。みんなでビーチチャンバラを楽しみました。こういうことになると思いましたよ。自分で牢屋に帰る姫様。自力で監獄に戻っててくさ。自分から足かせつけてるじゃん。自分から鉄球をつけるスタイル。捕虜だからちゃんと首輪もつけます。
自ら囚われに来てるじゃん。さも当たり前のように自分でも拘束される姫様。釈放は天衛戦に自分で足かせつけるのは突っ込まないのか。騎士来たー。ルーシュグリタン3度目の登場。また出るのかよお前。また出たわね、イケボスさん。こいつもよく諦めないもんだ。小野大輔無駄遣いターン。魔王様来た。なんと中年騎士と魔王が鉢合わせ。魔王様についに出会ってしまった。まさかのルーシュ対魔王様だと。姫様同様に忘れてたけど魔王様も強キャラなんだよな。めちゃくちゃ強くても魔王城には住まずにマンション住まい。戦いを挑まれている意識がない。魔王様、侵入者を迷子扱いするのマジで草。声優さんのリリーベ。魔王様何やってんすか。誰のリリーベ言ってきたんだよ。そういえば魔王様、なかなかな声優ドルオタだった。リリーベ帰りの魔王様、本来は後方腕組かよ。後方腕組から前の方へ。過去回で言ってたこと実行した魔王様偉い。初めて見たぞ、ちゃんとした光魔法。無駄に高カロリー作画な戦闘シーン。まるでバトルアニメのようだ。ノーダメージだと。全く効いてね。魔王様、リリーベの戦利品の袋持ってるのかわいい。攻撃避難後の第一声が落ち着いたか、あ、優しすぎて草。アニメのエンブレムなのかよ。アニメグッズだったのかよ。魔王様どんだけオタクなんだよ。中年騎士もアニメファンだった。なんかアニメの話で意気投合しているぞ。オタク仲間という斜め上展開。作中アイテムのグッズ化のわかる話をしている。つまりこのアニメのグッズも作中に出てきたものを再現したものが出るんですね。何気に騎士と気が合ってしまう魔王。やったね、闘志ができたね。いや、だから魔王が目の前に。こんなに話のわかる相手が魔王様なんて思わないよね。マジでなんで国王軍と魔王軍戦ってんだ。この人たち戦争する必要ないんじゃないですか。ルルンさんマジかわいい。おたともができてご満悦な魔王様。鼻たもクックックなのかわいすぎる。アニメの力は偉大なり、国王軍と魔王が仲良くなりました。アニメは人間とか魔族の種族間云々という問題すらも解決する。アニメは正義。機動騎兵ソウルクロス、かなり気になるアニメだ。アニメ違っちゃう。特典映像早く。デフォルメかわいい。バネラちゃん来た。一人で神経衰弱だと。一人神経衰弱とか悲しすぎる。一人神経衰弱は本来の意味とは別に衰弱しそう。ぼっちザ拷問官。一人遊びで寂しさを紛らわすバニラちゃん。お父さんとお母さん優しい。ご両親めちゃくちゃええ人やん。ただ遊びたいだけの拷問。拷問という職権なんよ。一緒に遊びたいのね。拷問官の服なんだ、バニラのいつもの服。二人で七並べだと。またこのじいさんだ。すべての元凶はこいつだったのか。二人で七並べは喧嘩になる。二人で七並べはきついっすわ。マジで大人げね。ゴミ執事すぎる。ぐぬぬ姫様かわいい。七並べで意地悪すんなよ。絶妙にムカつく言い方の自信よ。ジモチ、本当は魔王軍側の人間では。楽しい思い出、7日。ナメダの数だけ強くなれるよ。このじいさんの方がよっぽど姫様を拷問しているだろう。集中戦出してやる気見せている。朝ごはんは秘密じゃないだろ。ストレートな質問してあげないで。バニラちゃんツンデレ可愛いね。声のせいでバニラちゃんからそこはかとない百カノのツンデレ娘を感じる。バニラちゃんの言ったことそのまま姫様に当てはまる。姫様にも悲しい寂しい過去。同じことを思っていた時期がありました。え、姫様の仲間やられてるの。姫様を裏切ったのはお茶会していた一人か。なんか定期的に出てくる気がする裏切りの人。過去掘り下げのシリアス会とかコンボある。姫様の友達のためにもシーズン2をやってほしい。バニラちゃんよかったね。バニラちゃん、目が素直でいちいち可愛いな。
ユリババ抜きを覗き見する X。 X までブルになるなよ。お友達で来てよかったね。バネラちゃんって少女的幹部的な魅力あるよね。ずっと連敗だな。わら、もはや拷問官が拷問されてる構図。友達で来てよかったねの顔。それは魔王様も同じですよ。ついさっき友達を作った魔王様の発言は尊い。すげえいい風に締めたな。拷問がテーマの作品なのに。魔王軍も DX か。ポイント、ウサちゃんだ。カスタムのカーソル使ってるやつだ。エンディング後にトーチャー会。トーチャーさんの孤独のグルメのコーナー。この世界にもサラ菌あるのか。魔界じゃないよねこれ。相変わらず現代日本みたいな世界観だな。阿佐ヶ谷じゃねえのかこの風景。中尾に食べに来た魔族。中地って中尾かよ。ラフな格好で中尾行くトーチャーさん。女性一人でどん物屋さんとか勇気あるな。ローストビーフ丼、そういうのもあるのか。飯テロ来た。中尾の親子丼食べたくなってきた。くそ、深夜に親子丼の飯テロが。あ、確かにあの赤いスプーンいいよね。分かれ目が深い晩御飯。結局お気に入りのもの頼んじゃうのめっちゃわかる。トーチャーの一人ご飯シリーズ大好き。トーチャーのグルメ界が一番拷問なんですよね。孤独のトーチャー界に外れはなかった。トーチャーの一人飯だけでシリーズ化できそう。立てた伊達の上に砲を乗せて構えるのは第 08MS 招待のオマージュ提供。ここだけ見たら何のアニメかわからんじゃないか。気づけばあと2週で終わってしまうのか。アニメで見たい回いっぱいあるから2期もやってほしい。すくみずまおまおちゃんあざとい。いいリーチ回だったし他の話も楽しかったわ。各方面の細かいエピソードをうまく重ねてくる演出がうまい。姫様このサイズを普段どこに隠してた。ダボダボの服の中。姫様がガチれば魔王城内部から壊滅させられるな。魔王も強いからどうなんだろうか。自分で歩いて牢獄に戻って自分で足かせをつける姫様。もはや牢獄な雰囲気の宿泊施設では。トイレやシャワー室は別の部屋にあるから部屋から出る必要あるしな。姫様には友達がたくさんいるけど、バニラちゃんには姫様しかいないんだよね。普通に電気もガソリンもあって車も走ってるのに戦争は剣でやってるのね。文化レベル合わせて相手してあげる優しい魔王軍。近代兵器使ったらずるいだろ。トーチャー日常会好き。原作でももっと増やしてほしい。店員中地役は元担当編集の中地さんがやってくれました。作者つぶやきより。担当編集がゲスト出演するアニメって珍しいな。姫様拷問の時間です。第10話視聴させていただきました。今回はいきなり水着会、現実とのリンクは全く無視で驚きましたけど、友達というテーマを軸に集めた会っていう感じでしたね。そしてエンディング後に2週連続孤独のトーチャーさんグルメ会という構成。マンネリさせないように原作の話の中でも拷問してない回を毎回入れたりと、試行錯誤している感が伝わってきます。ということで原作を読み返しながら感想を語っていきたいと思います。一発目は原作の29話、ビーチチャンバラ会。姫様の胸の大きさが心なしか大きくなってるような。ジモチさん、今週も過去回想で登場。この人マジでアニメ化でめちゃくちゃ大幅に出番増えてるよ。トーチャさんの脳内人格、分泌家と革命家は原作にはなかったな。どのトーチャーさんも可愛いし、エーチ。魔王軍オールスターはなんか最終回っぽい雰囲気だから、この回を最終回に持ってくると思いました。すくみずまおまおちゃんあざっす。肝試し会でスルーされたマットカイザーでしたっけ。まだお面つけてるのかこの人。後通りすがりのカモメってなんなの。言葉通りただの通りすがり。2発目は原作の65話、魔王と変態セクハラ騎士のアニメつながりエピソード。アニメ声優さんのリリーベに言ってた絵面は兄弟ですね。後方腕組勢が勇気を出した瞬間。ちなみにリリーベとは CD などが発売されたら行うリリースイベントってやつです。機動騎兵ソウルクロスのイメージ図とかもちゃんと作ってて細かいな。3発目は原作の57話、バニラちゃん3度目の登場。一人トランプはマジで悲しいからやめてくれ。ここでも兄弟でジモチさんとの過去回想。ほんとこのジジイめっちゃ出てくるじゃん。
過去回想で使いやすいキャラだからアニオリエピソードを作りやすいんでしょうかね。ジョーカーを引いたバニラちゃんも可愛い。ずっと負けてるじゃんこの拷問感。そして最後に魔王様の超優しい一言に騎士との友情を重ねてくる演出が素晴らしかったです。ほんと拷問のアニメはこういうつなげ方してくるのがうまいな。エンディング後の C パートは2巻のおまけ話、トーチャーさんの2週連続孤独のグルメ会、ビジホでコンビニ飯が最初だと思ってたけど原作だとこの話がトーチャーグルメの最初だったんですね。中尾の親子丼は本当にうまいんだよ。家の近くに中尾あるからめっちゃ行ってる私には聞いたわ。今日の昼飯は中尾で決定ですね。ということで姫様拷問の時間です。第10話の感想でございました。バニラちゃんのお話での裏切られた姫様のくだり、ここもこの話の中では原作ではなかったんですけど、なんかめっちゃフラグ立てるみたいにはっきり映してきたな。名前は桜って言うんですが、これは残り2話でやるフラグなのか、それとも2期フラグなのか。って書き付けば後残り2話とか悲しすぎる。アニメの出来が最高に良いので、これはぜひ2期やってほしい。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。